皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回はね、マユメカ2やっていきたいと思います。ということで、やってみましょう。はい、お願いします。さあね、ムササビマリオの冒険ですよ。フリージンですね、やっていきたいと思います。トンカツさんからですかね。はい、トンカツさんからだと思います。2日前ですね。ミヤクレさん、新しいコース作ってほしいです。これもね、過去に答えてる方だっけ、みたいな、言いますわ。コースね、作るかってところですけど、新しいコースを作るかってところに関しては多分作らないんじゃないかなと思います。はい。あんまりコース作りってより、遊ぼうが好きなので、コースを作るかっていうと微妙です。はい。じゃあ次行きましょう。とんかつさんね、またとんかつさんか。友達ね、OK。激ムズ。わかりました。いいねは知ってるけど、いいや。激ムズなの。じゃあちょっと今から、これ ID 入力して、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ちょっとやってきます。激ムズか。マジか。オッケー、やるわ。さあ、見つかりましたね。あ、また別の方なんだ、友達ってね。その別のまた友達の方でしたかね。あ、とんかつさんクリアしてるね。難しい。ガリガリ避けるですね。クリア率 0.44% ですね。結構むずいな。でも逆を言えば、200何十回で1回はクリアされてるんで、激ムズかと言っても言うて 0.4 なら、戦略遊んでる人はそんなにいないんだったら、いけんじゃないですかね。いや、むずいわ。あ、ちょ、ごめん、今の待って。ちょっと待って。普通にミスった。いや、あんまりむずかったってとこだけど、でも多分いけんじゃない?やってみろ。ガリガリね。はいはい。怖いね。でもさすがに、いけるけど。よいしょ。OK。あ、怖い。あ、危ない。はい、怖い。OK。いいよ。はいはい。よいしょ?うわー、怖いね、こう。あー、ちょっとむずいね。ここ、そっか、ベルト組み逆か、オッケー。だから、ベルト組み逆だから、ってところが。あー、ちょっとむずそうだけど、頑張ります。ダメ!よし、来た!なんで?なんでやられんの?よっしゃ、やった!やった。いやー、きつかったわ、これ。いや、ほとんどカットしてるかもしれないんだけど、めちゃくちゃやられましたよ。多分、出るでしょ、よかった、メスがでも OK。多分出ると思うんだよ、何回やられたかとか。あれ、増えたと思うんだけど、ほら。270でしょ ?30 回、0.74 はこれごめんね。ちょっとクリア上げちゃったかもしれない。上げちゃったっていうか。1% は余裕で切ります。はい。1% はね、余裕で切ると思います、このコース。正直言って、マジで、いや、むずかったな。ガリガリ浮くでしょ。これきつかったね。はい、ということでね、無事にクリアできました。ありがとうございます。ちょっとかなりきつかったんですけど、なんとかクリアできました。じゃあ次行きましょう。むずかったよ。いや、もう最後黙ってたからね。ちゃんと実況まとめできてるかわからない。でも多分大丈夫だと思う。よし、次行こう。アクアさんですね。初コメ OK です。宮川さん、全コース遊んだんですけど、面白かったです。ありがとうございます。僕のコースは全コース遊んだ感じですかね。ありがとうございます。よかったら僕のコースの最高20回ブラパ抜け OK です。8月24日 OK。どれ?待って、デスだろ?待って、通報じゃん、マジでだって。大丈夫か。危ない。はーって最高20回 ?8 月24。8月24。これですね。ブラックバック、最高20回ですね。クリア率 1% ぐらいですね。1.48。ベストガダム11秒。連続でこういう難しいことやってるけど、いいや、行こう。最後20回 OK。20回やんのか。いけんじゃん。あれか。いや、でも言うてよ。20回でしょ。ブラックパックは針より、同じか。ゆっくりでもいけるんだよね、全然。でしょ?いけると思うよ。全然。全然いけると思う。ほら。俺全然いけるよ。ほら。だからあっさり2回目ぐらいで決めちゃったけど、全然いけるよ。だよね。意外といけた。ナイス。正直言って、さっきの
ガリガリのやつの方が全然むずかったね。あれもうむずすぎたレベル。はい、行きましょう、次。はい、ミヤクレさん。あ、ダモさんですね。はい、こんにちは。ミヤクレさん。伸びろっていうのは多分伸びてってことなんだと思います。名前はその横ですね、多分。あ、前、伸びろさんとかいましたよね。その方のことですかね。伸びろっていうのは多分名前じゃないってことか。なんかわかんないけど。まあいいや。というか、このコースのタグどうしたんですか？音楽とかついてましたよ。タグのブロック、あ、タグのロックした方がいいですよ。オプションからできます。あ、ほんとだ。ほんとだ、ほんとだ。あ、なんかタグってさ、勝手に人が変えちゃうんだよね。くれるんだよね。それかな。確かにほんと音楽とかついて勝手に変わってんのかな。変わってるっぽいね。ちょっとわかんないけど、ロックとか。まあでも別にいいかな、そこまで。そこまですごい重要ではないから。まあ別に変えたところで変わるし。あ、でもそっか、ダメ。まあ別に今、でも、言えてよ。まあわかりました。うん。わかってます。それはね、はい。わかってます。はい、次。で、ね、ダモさんのところにコースないですね、今回は。はい。ラルコさんですね。ラルコタイツさん。あ、タイツさんってことなのかな。はい。こんにちは。質問です。こんにちは。ラルコさん、こんにちはね。はい、ミヤクレさん、ゆっくり実況はしないんですかという質問ですか。ゆっくりはまあしないですね。あ、しないですよ。だって、普通に、こうやって声出してるし、別に。ゆっくりする必要がないし、なんか編集大変だしね。特にしないですね。はい。ってことで、一旦こんな感じでね、一通りできたので、コース。まあ、正直、最初の前半でめちゃくちゃ、あ、違う。前半のブラ、ガリガリのところでめっちゃ時間食ってるから、まあ、収録時間結構いってんだけど、まあ、多分カットしまくってるから、動画時間が多分そんないってないと思うんで、ちょっとだけ難しいの難易度やりましょうか。ってことで、どれやりますか。っていうところなんですけど、ね。ラリーのボス、クリア率 6% とかですね。48秒。ぜひやって、OK。言えるわ。みんなでバトル、ボスバトルですね。さあ、いきます。なんか、難しいコースもハラハラしてある意味いいね。と思っちゃった今日なんか。あんまりさ、多分見てる方、いつも見てくれてるから分かるかもしれないですけど、あんまり難しいコースやらないんですよ。こんな感じで、世界のコースも基本的には難しいくらいで、とても難しい選んでなくて。まあ、そう、っていうのは収録時間もその結構増えちゃうから、まあ、難しいくらいでもいいかなと思ってやってるんですけど、そう。まあでも言うてね、はい、とても難しい以上ってか、以上、とても難しいでも特に難しい感じのコースっていうのは、やっぱ緊張するしね。面白みあるよね、ある意味。よいしょ、OK。抜けて、あれで OK。まあラリー戦か。でもこれが難しいなんだな、移動。ってことはやっぱどこまでの難しいとかっての意外と簡単なんだな。っていうのがね、実はね、まあ、この収録してる日の前日、まあ、昨日、とても難しいでどこまでやったんですよ、最初にちょっと。まず雑談になるんだけど。やったんだけど、なんか無理だった。マイナス7期で、あ、見せた方がいいかな。マイナス7期で、プラス0コース。なんかギリギリいけそうだったんだけど、結局無理だったっていうね、感じでしたね。はいはい。ちょっと見せます、じゃこれ。ほら。これね、前になんかね、とても難しい説しますかって動画でね、見てくれた方わかるかもしれないですけど、その時15コース8期なんだよね、確か。てか8期だったんで、昨日の時点で。なんだけど、7期失って、しかも残り1期っていう状態。終わった。絶滅、壊滅状態。やばいだろ、これ。ハイスコア更新無理かな。まあ難しいは500ですね、ちなみに。まあ難しいのでできるからね。で、普通はまあ、普通よ。ってことで、じゃあ次、もう一個数わかんない。もうやろうかな。やっぱなんか難しいくらいって簡単ですね、まだ。って思っちゃいますね。さあ行きましょう。どれ行こう。まあ、スピランとかやりたいよね。さあ、こちら行きましょうか。天空の30秒スピランですね。ベスト回タイム24秒ですね。ちょ、クリアツ。あ、耳だった。まあ、たぶんそんな低くはないっしょ。行こう。行きます。全然、そんないけると思うんで。まずはそこに感じ。オッケー。いきなりだな。あ、待って、ミスターまずこのパックンスピンがね、この状態か。ほい。オッケー。1、2の3段、オッケー。あ、オッケーじゃない。マジか、当たるか。ブラックパック当たっちまったか。よいしょ、オッケー。1、2、あ、3段、オッケー。あ、クリーン、クリーン。おい、危ねえ。あ、ぶぶ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 。時間、時間、時間。やばい。やばいな、大丈夫かな、時間。あ、さらか、オッケー、ゴールだ。ナイス。ゴールイン来るかな。時間大丈夫かな、大丈夫かな、そうそう大丈夫だね、オッケー。まずい。よし、ゴール。ナイス。オッケー。さ
さあこちら行きましょう。難しいということで、すごいですね。難しいってタイトルつけてしっかり本当に難易度難しいに入ってますね。こんな感じで1分14秒ですね。 3.84、 まあ、なんかまあ難しいぐらいですね難易度。うん、難しいってなんか言って本当に難しい難易度に入れるってのもまあすごいっちゃすごいですね。どういう感じかな。あ、そういう感じか。うん、最高。うん、めちゃくちゃ長いんだよね。特にまあ普通に行く感じかな。まあ音符ですよね。まあ落ちずに行こうか。そうそうね。さあ、これはスクロールなんで最後行けないからな。OK。あー、急に早かった。やべ。よいしょ。ファイヤー。ファイヤーある。うん。とか入れない。でしょ。まずい。あー、食らうか。食られたくない。やばい。レトウィック来る。ファイヤー保持かな。これ。オッケー。さあ、カメックをしっかり倒したいと思ったけど、食らうか。でも、あ、一回食らっちゃったか。で、ルトウィックゾーンで、ここは絶対、てか食らうからさないか。踏めるか。あ、踏めた。オッケー。踏めればいいか。オッケー。ファイヤーで、オッケー。ちょっと早いぞ、スクロール。まずい。いけ。あー、ゆっくり。え、やばい、やばい、やばい。いや、結構むずいぞ。で、逆だからむずいな。今だ。あ、今、全然無い。やばい、怖い、怖い、普通に怖い。え、待って、待って。ええ、何それ、何それ。ええ、ブロス、待って。なんかむずいぞ、このコース、普通に。これでクリアって 3.8 か。マジか。結構むずいな。よし。そこで戻るわ。オッケー。オッケー。よし、来た。なんとかデカ状態で来たから行けた。あ、ゴールか。あ、ゴール前でやれたんだ。わー、でもなんか、クレーツにしてはって感じだったから。でもやっぱ、出たけど OK。まあ、意外と難かったかもしれない。よし、クリアー。あ、ベスト回タイムナイス。はい。ってことで、ちょっと時間ね、まあ、微妙ですけど、まあ、多分いい感じかなと思うので、今回はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございましたね。はい、ありがとうございましたね。ありがとうございました。はい。今後はね、引き続きマリオメーカー2軸やっていきます。そしてね、見ての通りね、あと1200ないぐらいで、どこまでしてついにトップ3入るということで、頑張っていきたいと思います。今後も。はい。どこまで普通ね、やっていくんでね、よろしくお願いします。やっていくんでっていうか、まあ、裏でやるんですけど、今日も。はい。今後ね、応援してね、見てくれると非常に嬉しいです。はい。では、最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ってくれた方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価してくれると非常に嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。